エジプト神話。エジプト神話は、キリスト教とイスラム教が広まる以前に古代エジプトの人々によって信仰されてきた神々の体系、宗教を指す。古代エジプト人の信仰は、おおよそ3000年にわたる長い期間続き、またその間に何度も変容を繰り返してきたので、単一の記事、それどころか、ある本を丸ごと一冊では、概要以上のものを示すとはできない。 一般にはヘリオポリスで信仰されていたヘリオポリス神話を元にして語られることが多い。他にもメンフィス神話、ヘルモポリス神話、テーベ神話など多様な体系が存在する。これは当時のエジプト国内における勢力の変遷に伴い王朝の攻防とともに信仰のあり方が変容して神話も地域ごとにまとめられたためである。また、 エジプト国内に移民族が入り込む際にも新たな神々が流入した。エジプトがローマ帝国の属州となり、やがてイスラム教が流入すると主要な信仰は途絶えたとされる。エジプト神話は特定の階層が存在しない多神教であり、信仰される神々は自然現象などを神格化した自然神である。一部。 実在した王を神格化した人物神もいると言われるが断定的な説はない。多くの場合は動物の姿、あるいは動物の頭を持つ人間の姿で表される。時代が下るにつれて古い神は他の神に役割を奪われたり、集合して一つの神になったり、神話から姿を消したりすることがあった。例えば代表的な太陽神であるラーは、 後にアメンと集合した。逆に、複数の神々が同じ役割を担うこともあった。例えば世界の創造主としては、後日のように、アトム、プタハ、クノム、オグドアドなど様々な神が信仰された。さらに、エジプトがローマ帝国の属州となった後、エジプトの神々は、ローマやギリシアの神々と共に、ローマ帝国内で同一され、集合された。 その後、イスラム教の流入により、ほとんどの神々への信仰は途絶えた。エジプトでは各地に神殿が建てられ、神々が崇拝されていた。神々の序列、関係性は地方によって異なり、代表的なヘリオポリスにおいては、ラーイコール・ワトムが主神として信仰されていた。一方、地方によってはプタハなど、別の神を人類創造の主神として崇める地域も、あった。 そのため地方ごとに、それぞれ別の神を祀る神殿が建造された。また、各々の,の,の神殿は、ただ単に建て祀られる神が異なるだけでなく、その建築様式も多様であった。柱だけで天井のない神殿や、畑屋には池のある神殿などが存在し、立地も山岳部や川岸など様々であった。国家や地方都市が大規模な神殿を建造する、一方で、 大衆の間でも様々な形で神々が信仰され、ゴフや柱、雑貨などの装飾モチーフとしても用いられた。また、古代エジプトの君主ファラオは神の子として君臨したため国家によっても多くの神殿が建てられた。その代表格といえるのがアブシンベル神殿である。エジプト神話は神権政治によってファラオと密接に結びついた。ファラオは 様々な神の名前を自身の名前に組み込むことで神の庇護を得ようとした。ファラオの信仰する神の神殿は国家事業として建設された。ピラミッド、ルクソール神殿、アブシンベル神殿など信仰の形態の変化によって神殿の様式も変化した。とりわけ信仰と共に大きく美術様式が変化したアマルナ改革が有名である。 エジプト神話に訪れた最初の転換点として、エジプト全土が統一されたことが挙げられる。この際にヘリオポリス神話がまとめられ、ラー、オシリス、ホルスを中心とした物語が作られた。エジプト全土の君主は、ファラオと呼ばれる神の子、ホルスの化身と位置づけられた。次に、テーベの勢力がエジプトを統一して、第11王朝を起こすと、テーベの地方神アメンラと集合し、 エジプトの主神となった。アメンが主神に据えられると、エジプト神話の体系も刷新され、神々の役割や序列が大きく変化した。これは、プトレマイオス王朝の滅亡まで続いた。また、一神教であるユダヤ教は、神格化した君主であるファラオを受け入れず反発した。このことは、モーセノで、エジプトなど様々な歴史上の事件を引き起こす原因となった。 エジプト美術において特徴的な点は神々が真横を向いた姿で描かれることである。他にもエジプト人の様々な信仰が彫刻や壁画に込められた。また、エジプト人は壁画に描かれた事柄がそこに描かれている限り永久に現実化し続けると考えていたとも言われる。このため不吉な内容を描くことは好まれなかった。 エジプト神話の内容は地域ごとに異なっていたが、主にラーを中心としたヘリオポリス神話とアメンを中心としたヘルモポリス神話の二つに大別される。両者はファラオと結びついて各地に大規模な神殿を残し、ギリシア人の文献においても紹介された。そのため、神話の内容や登場する神々の知名度が比較的に高い。それでも地域によっては、 その他の様々な神話も信じられていた。したがって、エジプト神話を一通りのものとして語ることは不可能であり、以下に述べるのはあくまでその一部である。ヘリオポリス神話においては、原始の海原からラー、アトゥムが誕生し、独力で他の神々や世界を形作っていたとされている創造神話。ヘルモポリスでは、八位一体の虚無を表す神々、オグドアドが、 世界創生の中心的役割を担った。メンフィス周辺では、プタハが天地創造の主導的役割を果たした。彼は言葉と思念により世界のあらゆるものを作り出したとされる。エレファンティンではクヌムが主神として世界を形作った。またクヌムは粘土から人間を作り出した神としても知られる。このように天地創造の神話からして、 役割を果たした創造神はもちろん、創造の様子にも地域差が見られる。エジプト神話において、天はヌトという女神であり、大地はケブという女神であった。両者は夫婦で、最初は隙間なく密着していたが、父中、空気と母手フヌと湿気によって引き離さた。その結果、世界は現在の姿になったという。ケブはヌトに、 少しでも近づくために山々を作り出したとされる。古代エジプト人にとって地は平面であり、ナイル川によって分断された二つの大地と海によって構成されると考えられていた。地の底には冥界があって、太陽は夜の間にここを通り、再び東から地上に現れるとされた。エジプト人の生活においてナイル川は重要な役割を果たした。そのため神話の中でも 舞台の一つとして頻繁に登場する。例えば、オシリスが瀬戸に騙されて、棺に封じ込められた後、ナイルに流されたという説話がある。また、ナイル川自体も神として捉えられ、様々な形で信仰された。特に、ナイル川の洪水はサテトによって起こされると信じられていたため、彼女はエジプト人の数形を集めた。他にも、ナイル川の増水とシリウスの運行に、 一定の関連があることが知られており、ここから、シリウス、ソップデトも、神として崇拝され、イシスの魂とも呼ばれた。このように、さて、トとソップデトは、共にナイル川に関連していることから、後に集合されるに至った。エジプトの人々は、太陽が毎朝繰り返し昇る様子から、死後の再生を信じていた。人間は、名前、肉体、影、バー、BA、 魂、カー、カ、精霊の五つの要素から成り立っていると信じられた。人が死ぬとバーは肉体から離れて冥界へ行くが、肉体がそのままであれば、カーがバーと肉体との仲立ちとなって、R で再生できるとされた。そのため、人の死後に肉体が保存されていることが重要視され、ミイラ作りが盛んに行われた。一方で、死後に再生することができない第二の死を恐れた。 ちなみに、バーは、人間の頭をした鷹の姿で表される。死者の書は、古代エジプト人が信仰した、この第二の誕生を得るための指南書であったと言われている。ピラミッドについても墓ではなかったと言われ、死後の世界に旅立つ太陽の船に乗るための場として、建造されたものとされる。神殿などに刻まれた名前も、名前こそが、死後の再生に必要な要素であると信じられたために、 できる限り後世に残すべく数多く刻まれたものと考えられている。10、この一覧は英語版からの移植である。参照、エジプト観光省の広範囲にわたるエジプトの神々の情報を楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。